トリカブトの勝利から見えてくる関係と踏み込みのミステリーはこちら、米沢ほのぶ先生のしおりと嘘の季節。返却された本に挟まっていたしおり、そこには毒草のトリカブトが使われていました。持ち主を探す中、教師が中毒で搬送されてしまうのです。図書院シリーズの2作目、毒のしおりから大事にしまっている関係とつながっていきます。紡がれていくような展開はもちろん、前作同様友情と踏み込みの距離も強烈。ぜひお読みくださいませ。